行きたい？うん、なんか前から私たちの話聞いてたみたいで。ああ、そんな風に言ったら盗み聞きしてたみたいだろ。違うからね、二人で大声で話してたから。大声？嫌になったって言えばいいじゃない。嫌になったんじゃないよ。いいよ、やらなくて。それで気になっててさ、そしたらキマリがバイトで入ってきたでしょ。これは運命だって思ったね、私は。言っとくけど遊びじゃないから。わかってる。命の危険だってあるし、旅費だってちゃんと払ってもらうし、出発は12月だから学校を休むことにもなる。 I'm OK、 平気だよ。バイトでお金はあるし、高校は行ってないし。え、そうなの？そんなに驚くことないだろう。中にはいるんだよ、高校行ってない16歳だって。ほう。あ、でも間違えるなよ。勉強は絶対負けないから。公認も取ってるし、この前の模試は合格判定 A だし。え、まだ高2なのに。じゃあ大学は行くってこと？そう、合格しまくって高校で怠けて落ちたやつらにざまあみろっていうのが今んとこの夢。はあ。でもだったら南極行ってる暇なんてないんじゃない？そうだけど、まだ受験まで2年近くあるし、来年は本気で受験勉強だって考えると一個くらい何かしときたいなって。わかる。だよね、今年しなかったらもうできないもんね。そう。おお、いいのか、このまま肉まんとおでん作りで終わっていいのか、俺の16歳。そうそう。 お前とはうまい酒が飲めそうだ。飲んだことないけど。私も。うるさい。この計画を立てたのは私なんだから、私の指示に従って。別に逆らうなんて言ってないけど。何？めんどくさいタイプ？若干。作戦の概要、今度の日曜日決行するから、じゃあ日曜に。